どうも六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のキメラジとペチとサクです。ということでマルス第2話直後考察動画よっ。ということで週第2話終了しましたけども、はい、はい、今回はね、ヒューガ渡るさん演じる、まあ、フワ君会でしたけどもね、やっぱり走りたいということで感動的な親子のハグがあり、まあ、めでたしめでたしだったんですけども、はい、まあ、それはそうだ。2話縦軸が結構動きましたね。ねえ、うん、意外とね。うん、っていうのもね、まあ、ゼロがかつて活動していた旧マルス、うん、そこにはなんと3人目のメンバーがいたというね。ねえ、ウドっていう。ウドでしょ。ウドっていうね。本当本当にウド、うん、一瞬なんでウドなのかみたいな、もうあれしか出てこないじゃないですか。いや本当よ、キャインさんしか出てこないんですけど、ちょっと実は意外な意味があったということが分かりまして、はい。でまあちょっとね、サムネでちょっともう分かってるとは思いますけど、このウドについてね、いろいろ考察していきたいと思いますし、まあウドを含め旧マルスに何があったのかをね、また改めて考察していきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、マルスゼロの革命は毎週火曜日夜9時からテレビ朝日系列で放送されてまして、僕たちは翌日の水曜日に直後考察動画を出しています。よろしかったらチャンネル登録の上、マルス一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。ということでやっていきますけども、まあ先ほどもね言ったように、旧マルスはゼロと、まあ、進行役のエリで、撮影役のウドという、まあ、3人組だったよということが新たに判明しましたね、うん、でウドはね顔が隠れていましたけども、うん、まあ誰なのかということで、うん、まあこれウドということで、ウドの大木、大木、大木ということで、まあ、大城大輝などではないかっていうことですね。お前、僕はもうこれでね、もうピンときたんですけども、言うもんね、ウドの言うんですよ、うん、でも多分こうだと思うんですよね。なんかやっぱりちょっと違和感があったというかね、この名前にね、うん、ことわざてんですか、これ単語ですか。ウドの大木ってなんかよく聞くけど、何なんでしょうね。でかいだけでみたいな、悪口で使うんでしょ。一応ことわざなんだ、ウドの大木って。 なるほどね。まあ別にこいつが役に立たないとか、まあそういうのは置いといて、うんうんうん、まあそういったウドの大木っていう、まあ、言葉から連想はしたんだけども、うん、まあそういう意味でやっぱこの人物の名前もついてるんじゃないかなっていうふうには思いますね、うん、大きい木だから。大きい木で、名前で大きい木ってまず使わない、まあ、なかなかないよね、うん、しかもだって名字もだってさ、大城、大城だしね、うん、そうだからここはまあ間違いないのかなとも思いますし、結構その、まあ、顔隠れてたけども何回か止めてチラッとね、うん、映った顔を見ると、まあ戸塚君にめっちゃ見えるんだよね。そうだね、うん、私身長的にもエリ役の人とね10センチぐらい違って、うん、まあ、170ちょいぐらいだから、うん、戸塚君が全然当てはまってる感じがした、うん、そうだね、うん、うん、でなんかすごい太ってるように見えたけど、うん、あれはなんかもう着ぶくれさせてるとかいうので、うんうん、そうだよね、なんかあの頃太ってたとかそういうわけでもないのかな。あ、まあ、そこは分かんないけど、ね、太ってたのかな、あの頃は。太ってたにしたんじゃないですか。太ってたにしたのかな、容姿を。とにかく戸塚君がバレないように必死なのかなって正直思った。そうだよね、そうドラマ的にはそうバレないようにっていうことなんでしょうけど、カメラマンとしては致命的な髪の量でしょ。邪魔すぎ、絶対あれじゃないでしょっていうね。キャップかぶんないと。いやそうだよね、うん、まあでもここは結構硬いかなっていうことですね、はい、なるほど。でこのね、大城大輝という人物はまあ国見の側近なんですけども、うん、どうやらね能力が変われたから、まあ、若くして国見の側近でいられてるそうなんですよね、はい、うん、まあでもなんか本当は多分そうではないと思ってて、まあ能力が高いっていうのもあるのかもしんないけども、まあマルスをね裏切ればお前だけ助けてやるとか言われて、まあ国見側に寝返ったのではないかと思いますね。っていうのもやっぱマルスっていうのはなんか1年前大人の圧力でなんか活動の停止を余儀なくされたそうなので、まあそんな中自分だけ助かったっていう、助かるような行動を取ったのかなと思いますね、うん、だからゼロは死んでるって思ってるとか。まあだからそうだね、もうほぼあんなやつは死んだみたいなニュアンスなのかなっていう、ウドは、うん、だエリは本当に死んでるけど、うん、ウドはまあ魂が死んだみたいな、そっちの意味で死んだっていう言葉使ってんのかなと思いますね、うん、ではね、なんでそんなウドが寝返らなければいけないような状況になったかって言いますと、なんかね、回想シーンでゼロがもう終わったんだよ俺たちの革命はって言って、エリがどうして正しいことしてこんな目に遭わなきゃいけないの、私は許せないっていうね、ところがあったので、まあなんかね、あまりにも影響力を持ちすぎたマルスは、その国見になんか目をつけられてしまったと。うん、なんかいずれその自分らのなんか会社の闇とかも暴かれてしまうから、まあ、出る杭は打っとこうみたいな感じで、まあ、国見に脅されて、もうやめてくれみたいな感じで圧をかけられたのかなとは思いますね、うん、でもね、まあ、それにめげないエリは立ち向かおうとするんだけども、まあ、そんな中ね、ちょっととある誹謗中傷とかをもうあまりにも受けてしまって亡くなってしまったのかなと、
いうふうに繋がるのかな。でその誹謗中傷で亡くなったとなればその先頭に立ってたのがあの6人の中の誰かという、まあ多分そういうふうに繋がっていくのかなっていう、はい、まあ、国民にとってはね、そんな自分の運営するサイトで一応そういうことがあったから、まあその証拠をね、隠蔽しようとしたのかなと、うんうん、残されたゼロとウドがそんなクロッキーの闇を暴こうと、うん、あと一歩のところまで追い詰めるも、まあ国民にね、それがバレてしまって絶体絶命になって、うん、でウドが助かるために寝返ったみたいな流れなのかなと、うん、なんか第3話の予告でさ、おそらくゼロとウドがなんか銃を向けられてたから、うんはい、あれはもうエリがいなくなった後に起こった出来事なのかなとは思うかな、うんうん、それでもういよいよ本当にもうマルスは活動できなくなっちゃったのかな、うんうんうん、っていう風に繋がるかな。ゼロを裏切ってしまったって感じだと、うん、もうじゃあ犬猿の中というか再会したらバトりますねこれな。じゃあいやもう最初はそうじゃない、てめえ何やってんだこの、うん、でもこう首絞めに行くんじゃないかな、ね、またまたどんだけ好きだよ首絞めるかも別に。これちょっとそのでもエリのためにエリの死を真相を暴くためにちょっとウドは潜入捜査みたいな、うん、なんかリアルタイム配信でもそういう声もあるし、まあそっちもまあちょっと戸塚くんの演技が光るというかね。あ、まあそうだね、まあ、そっちの展開もまあ展開のあれ予想でしかないですけど、うんうん、まあいわゆるなんていうんだ二重スパイっていうんですかこれは。まあ、ああそうなるのなんかね、うん、感じで、そうだけどもそれをゼロは知らないっていうことだから、うん、本当に裏切られたと思ったけども、うん、実はちゃんとそのまだゼロ側ですよみたいなね、はいはいはい、ことになったらまあ激アツだよね。ということで前回ねそんなエリを死に追いやった人物6人をね、まあ、見ていきましたけども、まあ第2話でほぼこれは確定したのではないでしょうかと。早くないですか先生。いやもうこれはだからね、何を根拠に。いやありますよ、めっちゃ、めっちゃ根拠がありますよ、はい。ということでまあそれはね何を隠そう、高城カレンですねこれは。もう皆様もねお気づきかと思いますけども、まあ、カレンが決定的に怪しい行動を取っていましたね、はい、なんか不破くんがねその殺人未遂事件を起こした映像を、まあ、マルスメンバーみんなで見ているところでカレンだけスマホをいじってたんですよね、うんうん、なんかゼロもねその様子をちょっと見てはいましたけども、うん、そしてね、まあ、マルスが不破くんのね事件を追っているっていうことを、まあ、国見はなぜか知ってて、はい、うん、でそれなんでって言われて秘密っていうふうに国見が言ってたから、うんうん、これこそやっぱカレンが教えたんでしょうね国見に、うんうんうん、まあ確かにそうか、うん、ということでやっぱカレンが、まあ、エリをね死に追いやった人物の、まあ、一番ありそうな人物かなと思いますね、はい、ではねそのカレンがそのエリを死に追いやった動機に関してはね見ていきたいんですが、うん、まあ、ちょっとね前回もいろいろ考察はしましたけども、今回ねゼロがエリのお墓参りをした際にエリが亡くなった年っていうのが20歳っていうふうに分かったので、ちょっと少し新たな考察ができます。うん、うん、これね年齢的にエリとカレンは姉妹だった可能性がありますね。あれ？そう、そしてね、そんなエリを含む、まあ、マルスのことを、まあ、熱心にね、コンイチは応援してましたから、そんなコンイチの気持ちが、カレン、自分にね、向いてくれなくなってしまった嫉妬から、匿名でね、実の姉を死に追いやったとかね、まあ、かなり激ヤバなやつですけども、なんか、コンイチの初恋はカレンだったっていう風にね、プロフィールに記載があるので、実はカレンも好きだったのかな、みたいな、ところで、そういった淡い恋心から、ちょっと、まあ、思春期の暴走をしてしまったとかね、うん、あとやっぱ妹っていうのもあるので、うん、なんかいつもそうやって姉だけ何かそれとねなんかいい思いしてみたいなところで、で私の婚一まで奪ってみたいな風な感じでやってしまった、うん、それこそやっぱ匿名でのなんかそういった書き込みとかだったらなんかバレないかなとかもちょっと思って、うん、はいはいはい、まさか死んじゃうまで思わなかったとかでやっちゃった可能性もあるのかなと。じゃあ早急にカレンはまあマルスっていうのをね認知している中で今入ってるわけだから、うん、そうだね、国見に潰してほしいということもあり、うん、2話であんな怪しいことをやってたっていう。あーまあでもそうだね、そうだね、うん、国見先生、国見おじいちゃん、そう、国見おじいちゃんしかわかんないけど、早く助けてっていう、まあそうだね、潰してっていう、そうだね、そうしないといずれはバレちゃうみたいな、ね、自分がそうだね、身も危険になるから、うん、確かにそういうふうに繋がってくるのかもしれないね。ペリはさ、クラシナっていう名字はさ、一応明かされてるからさ、あれ、あ、そうなんだ、そうなんだよね、高城とはちょっと違うんだけど、そうだね、てめえどうしようか、あれちょっとあれそうだね、ごめんなさい、それすっかり抜けてたけども、うん、終わりと言ちょっとざるすぎたな、このショータイム終わりよ、早いでしょ、これまだショータイム続いてる人、まだまだ残念。そうだね、まあなんだ、まあね、結構その、まあ、旧姓とかそういうので名字はまあ、いくらでもなると思うので、まあ、考えられるとしたらそういう結局やっぱそれで
エリの剣があって結構家がバラバラになっちゃって、うん、なるほど、うん、まあカレンの名字は高城に、本当は倉城だったけど、うんうん、高城になったとか、そういう形だったら まだ辻褄は合うのかなっていうふうに思いますね、うんうん、はい、でまあね、そのカレン自身が自発的にやったみたいに今言ってたけども、まあ国見に付け込まれた説もあるよね、うんうんうん、そういった なんとかしてマルスを潰したい国見だったけども、なかなかそのエリが歯止め効かないぞとなって、うん、それでちょっとエリ周りを調べて、うん、そしたらカレンにたどり着いて、あ、ちょっとこの子のなんかね、そういった婚一周りとかもいろいろ調べて、ちょっと吹き込んで、まあやらせたじゃないけど、うんうん、そういう風に誘導した、仕向けた可能性はあるのかな、うん、まあちょっと考えたくないけど、それこそもう本当に直接手を下した可能性も、まあゼロではないのかな、わかんないけどね、なんかこのエリを殺したっていう風に言ってるのが、うん、本当にね、僕らは一応匿名でのそういった誹謗中傷みたいな精神的に追いやったって思ってるけど、うん、まあそういった直接やった可能性もまあゼロではないのかな、うん、分かんないけどね、捕まってますよ、うん、じゃあ直接、そうなんだよね、そうなんだよね、そうね、捜査されて、うん、で匿名だからまあそういう風にちょっと犯人が分からないみたいな、そうだね、っていうこともあるし、でも姉妹で繋がってたら最後の最後でそのエリが、うん、まあ妹をかばったじゃないけど、あ、なるほど、分かってはいても、分かってはいても証拠隠滅して、でも刑だけ書いたっていう、なんでだよその件なんだよ、なんで、そう、もうわかんねえギリギリだな、結構難しいんだよ、うん、まあ、繋げるのはまだ経は知ってるもん、そうそうそう、はい、ということでね、本当に、まあ、まだ2話ですけども、うん、まあ、少しずつね、そういった考察のピースが出てくるので、はいはいはい、また来週はね、ちょっとガラッと考察が変わる可能性もね、うん、あると思いますね、はい、うん、で、まあ、間違いなくね、カレンが犯人ではあるっぽいんだけども、うん、まあ、そのエリのね、死の原因とか、うん、まあ、ウドの裏切りとか、マルス解体の真相とか、なんかその辺がちょっとどうね、関わってくるのかっていうのが、ちょっとやっぱり難しいところではありますので、うんうんうん、なんかね、皆さんも、なんかこういう考察あるんじゃないかなっていうのがありましたら、ぜひコメントお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ロクロクでした。ご視聴ありがとうございました。僕自身の動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録もお願いします。ということで、サグ、はい、激ヤバのキュウジ君が野球をやめて本当にやりたかったことを始めます。何を始めますか？東横キッズたちのケツを金属バットで吹っ飛ばすっていう清掃ですね。あ、いや、怖いですよ、怖すぎるけど、あのままもやばすぎる。